今回は中村すみれ二段のネット後の対局を見ていきたいと思います。黒番が韓国のプロの方で、白番が中村二段ですね。で、黒受けましたね。で、三三ですね。 まあ、ここら辺は定石ですね。で、こちらに受けましたね。この場合、この手がいい手でしたね。まあ、定石はこういう手もあるんですけどね。まあ、後にここ詰めるような手も残ってしまいますから。これ、手堅くていい手でしたね。 で黒が飛んだときに。これ二間にね。白が飛んだ手が。面白くて。いい手でしたね。この場合。で黒が。挟んできたときに。下がる手がいい手でね。ここの二間飛びと下がり。両方打つことができれば。これは白が。十分戦える形なんですね。 あの2間飛びのま2間飛びもね。一長一短で。ま2間飛びの弱点はこの33なんですよね？33に入られた時に。まあ、隅の字は結構甘くなってしまうっていう弱点があるんですけど。まあ、この場合は隅の字よりも右辺の価値が高いという判断ですかね。まあ、こういう風うに二間とか開いて白戦えるという判断なのかなと思いますね。 から二間飛び結構倍の手ですねこの場合は有力だったかなと思いますね。で隅に手をつけていきましてここでコが始まりましたね。 で白がこう仕掛けていきましたね。まあここら辺に鋼材が真ん中に鋼材があるということですね。で黒もこれ解消ぐらいですね。でこういう別れとなりましたね。まあなんですが白がここでこう仕掛けていったんですけどこうとりあえず保留して すぐに切っていく手もありましたねすぐに切っても黒こちらに当ているぐらいなので、まあ、こういうふうに打ちましてこういうふうに打って右辺の黒石2目取ることができるんですよね。まあ、黒もポン抜いてて厚いんですけど白も地が大きいので右上こうとりあえず保留しておくのもあったかなと思いますね。まあ、というのもですね これ鋼材で切りを打ったんですけど意外とこれ手抜かれてまあ解消されるんですけど次に白が連打する時もこれぐらいなんですよねまあどうしてかっていうとまあこういう手で頑張りたいんですけどこれ結構味悪くて隅にこういうふうに黒石大きく取っても隅にこういうふうに入られてしまってあんまり 大きく取っても得しないんですよね。というわけで連打したんですけど黒石2目取るぐらいになってしまうので、まあ、右上の解消も黒としては大きかったので黒としても打てる別れなのかなと思いますね。 で真ん中のね黒石がどの程度攻められるかなんですけどここに反撃されて、まあ、白がこの真ん中の黒を攻めてたはずなんですけどこうなってみると逆に外側の白も結構薄いしここに打たれて逆に白の方が危ないんですよね。これは 現時点では白がちょっと苦しいですね。なんですが、ここで中村二段がですね、この割り込みの苗詞を打つんですね。この手がめちゃめちゃいい手でしたね。ちょっと気づきにくい手なんですけど。この黒が出た瞬間ですからね。これが神の一手だったかなと思いますね。この狙いはですね、黒当然当てるんですけど。 この時に切るんですね。切る手がいい手で、ここで黒が、継ぐことになりましたね。これ白の狙いとしては、黒が取ると、当てまして、この時にいい手があるんですね。ここに付けるのが、妙子なんですね。で、黒がこちらを押さえた時に、当てまして、こういう風に打って、黒石、 取れれれますすんででこれは黒潰れですねなのでこういう狙いなんですね。こういう手を狙ってると。まあだから黒通れないという判断をして変化しました黒は。まあ、なんですがこういうふうに打って真ん中の白相当危なかったんですけどしのぐことができましたねこちらに打ちまして。 これは、先ほどまで白が相当苦しかったんですけど、形勢不明に持ち込んだかなと思いますね。で、今度はですね、先ほどまでここの真ん中の白は危なかったんですけど、逆に白が神の一手を打ったことによって、逆にここの黒がね、逆に危なくなったんですね。これ主導権取り返したかなと思いますね。 で、隅を手をつけて。ここで黒を動き出しましたね。この真ん中の黒を助け出さないと勝負にならないと見ての判断ですね。で、この真ん中の黒がどうなるか。ですね。で、ここで黒を切りから当てを打った手が、 うまい寄せの手筋でしたね。これで黒石助ける手が残ったんですよね。まあ、部分的にここに押さえる手が残りましたね。これ切ってしまうと、当てを打って、下がって、飛んで、これは白石が取られてしまいますから白つぶれですね。なので、 抑えに対して取りぐらいになってしまうので渡る手が残るんですね。これ非常に地として大きい手が残りましたね。なのでここで少し黒がポイントを取りましたね。でここで黒こちらに打ったんですね。この手が配着になりましたね。まあどうしてかというとここに打ったんですけど。 これ聞いてなかったんですね手を抜かれてしまってここに打たれてしまって真ん中の黒がこれが取れてしまったのでここで白がはっきり優先になったかなと思いますねまあ、これ置いた手は時間つなぎ的な意味もあったと思うんですけどここではもう逃げるしかなかったかなと思いますねここに繋いで全部助け出すしかチャンスはなかったのかなと思いますね これで黒が取られるっていうことはないんですよね。まあこういう手で、桂馬であれば。まあここに飛ぶのが手筋で。まあ出た時に出まして、押さえた時に出て切る手がありますね。で、オえて切りまして。白石2目助からないので、これ黒助かってますね。 これで助かりますし、まあ、こっちに打ってもコスミつけて跳ね出す手があるので、まあ、これで、まあ、次であれば黒もついで跳ね出す手がありますので次に、まあ、白つながるぐらいなんですけど、まあ、コスミで渡ってるんですね。 まあこれ切るのはね繋いでちょっと白がやっぱりここに黒切って、まあ、先ほどと同じ図になりますから支えきれないですからね、まあ、これで黒がしのいでるんですねなので助け出していればまだ難しい勝負だったかなと思いますねまあ実戦はここに打ったんですけどこれで真ん中を取られまして、まあ、黒は隅取れるんですけど真ん中も大きいのでこれは 白が得したた振り返りとなったんですねでさらに白に先手が回って、まあ、寄せとして非常に大きいこの切りに回ったので、まあ、白が優勢になったのかなと思います。でこの後はもうしばらく打たれまして230手まで打たれたところで黒が投了して白の調子が勝ちとなりました。というわけで今回はここら辺で終わりにしたいと思います。よかったら高評価 チャンネル登録もよろしくお願いしますご視聴ありがとうございました